おはぴよ、どうも、ひなぴよです。今日は、蛇の命の通常モードもしかすると最終回かもしれないので、ちょっとね、最初の画面に戻ってますけど、前回と同じ日に撮っております。ということで、早速やっていきましょう。ほい。ほい。ついに救世主 X を追い詰めたよ。お、BGM すごい。上がったわ。ちょっとやっていきます。ついに救世主 X を追い詰めたよ。ヘビボールの個数の件で全ての矛盾は解消されたからね。数字が嘘つかなかった以上、さすがのあんたももう言い逃れはできないわね。まさかヘビごときに全て見破られるとはな。ああ、そうだ、この俺こそが全ての黒幕だ。金の扉を設置したのも、地下を掘り起こし設備を提供したのも、父の子情報でヘビ殺害を促したのも、ああ、そういや無能の刑事を裏で誘導していたのもな、全てはこの俺、救世主 X の計算上の出来事だ。犯罪者の分際でいつまで救世主気取ってんのよ。そうだよ、本当の救世主はヘビ探偵の方だよ。そのヘビが救世主？それこそが真逆なのだよ。何が言いたい？お前ら凶悪犯の正体誰だか分かっているのか？あー、これはね、ヘビ探偵がヘビボールを持ち込んだからっていう風に言いたいんだと思うんです。でもそういう風に作り上げたブラックドクターが結局元凶なんだから、あなたが悪いと思いますよ。私はね、あんたのことでしょ。自分で認めてたじゃない。おいおい、俺は黒幕とは認めたが凶悪犯とは認めてないぜ。どういうことだよ。最初から警察が追っていた凶悪犯の正体が誰だって話だ。もうわかるよな、散々答えは出てたんだからな。警察の追っていた凶悪犯の正体とは、客の中の誰か、その他、蛇探偵ですね。そうだ、警察の追っていた凶悪犯とは蛇探偵のこと。そんなのヘビボールを持ってたからあんたのターゲットにされただけでしょ。よく言うだろう、本当の死神は犯人ではなく探偵の方だとな。まさにそれが実体化されたのだよ。まあ確かにね、某名探偵子も某近代少年も死神って呼ばれてるもんね。お前らはヘビボールを持っていたこの死神探偵に巻き込まれ、旅館に監禁されたんだよ。巻き込んだにしても監禁を実行したのはお前自身じゃないか。そうだよ、ヘビボールを持っていようがヘビ探偵が自分の意思で監禁したわけじゃないからね。ほう、だったらそのヘビ探偵が自分の意思で監禁していたとしたらどうだ。どういうことだ。どういう意味よ。あ、やべ地下でマスターキー使っちゃったんだよな。ここで言われるか。マスターキーをご存知かな。マスターキー？ ATM と金の扉が連動してない以上、
脱出には必要不可欠なアイテムだ。ま、金の扉同様に高価だから必要最低限の個数しか取り揃えてないがな。必要最低限ってことはまだ在庫が残ってるってことだね。旅館の監禁騒動は今回で最後だと推理してたよな。だから今回で最後ってことはマスターキーがあと1個残ってるんでしょ。ああ、計画通りだったらな。だがその最後の脱出手段マスターキーは消費されてしまったのだよ。そこのヘビ探偵によってな。元はといえばあなたがそこで道を塞いでいたから金の扉にたどり着けなかったんですけどね。え、そのマスターキーをヘビ探偵が壊したって証拠は？ヘビ探偵の提示した電気制御室のデータから地下の金の扉が開けられているのを確認できる。隠し部屋に保管してた最後のマスターキーが消費された証拠だ。そういえば地下にも金の扉があったよ。電気制御室は滅多に行かないから忘れてたけど。とにかくそこのヘビ探偵が脱出に使うべきマスターキーを無駄遣いしたってことだ。ついでに、いや、木の扉や鉄格子用のバールも同じように消耗させていたっけな。つまり全ての鍵を使うべき場所で使っていればもう脱出できてたってことだ。発想を逆転すればそのヘビ探偵が監禁犯そのものだろう。よく言うぜ。まあ、マスターキー消費しちゃったことに関してはちょっとね、何も言えないですけど。いや、発想を逆転すれば身を犠牲にしてでもお前のような極悪人を逮捕するべきだと判断したんだよ。身を犠牲にしてでもか。一見理想のヒーロー像だが、逆に言えばヘビの命が軽いことを証明してるだけだ。何にせよ全員の命を巻き込んだ推理劇場なら、その推理最後まで完遂させるのだな。これがお前の最後の仕事だ。マスターキーなき今、最後の脱出方法を推理してみろ。マスターキーないからね。ヘビボールで脱出するってことなのかな。これしかないよね。いやでもな、いやヘビボール使うしかないか。ヘビボール、そうか、ヘビボールの願い事でマスターキーを注文して脱出するって方法なんだよ。願い事ってそんな魔法みたいな話信用できるの。他に方法などないだろう。幾何学的なことは信じないとか言ってたじゃないの。今数字が証明した以上信じるしかないのだよ。願い事に必要な条件7個のヘビボールは全て揃っている。さあヘビ探偵よ、その最後のヘビボールを渡すのだ。相手は黒幕よ。ボールを渡して持ち逃げされたらどうするのよ。持ち逃げするにも監禁状態の旅館ではどこにも逃げられんだろう。ミスリード感もないし、ヘビボールが最後の脱出手段なのは本当みたいだな。当たり前だ、旅館から脱出できなければ願い事も何もないからな。ヘビボールを渡しますか。いやあの、渡さずにいろいろなんとかできませんか。あのブラックドクターさんにいろいろね、その設備のね準備とかをしていただいて、あのヘビボールを探偵がね持ってって、僕がマスターキー出してくださいって頼むってのはどうですか。ダメですか。渡さないって一回言ってみていいですか。ヘビボールは脱出用に使うらしいよ。ミスリード感もないし。そのミスリード感ってなんだよ。あれだよね、あのミスリード演出のことなんだろうけど。めたいめたい。え、これもう一回渡さないにするとどうなの。あ、無限ループか。渡すしかないんだな。わかりました、渡しましょう。そうだ、それでいい。時間がない、
すぐに電気制御室に向かうぜ。ここで宿泊部屋に戻るは空気読めなさすぎだよ。戻りたい。ダメだよ、みんなで脱出するんだから。強制的に電気制御室に移動します。なるほどね、準備が整ったというわけだ。ヘビボールのセッティングは全て完了だ。これが成功すれば金色のヘビが出てきて願い事が叶えられるらしいね。金色のヘビなんて本当に出てくるのかな。おーおーおおお、ガッガッ。うん、そりゃそうだわな、だって30発生するもんね。これから融合された電力が集まったようだ。おお、どうやら成功したようだ。で、ここでちゃんとマスターキー願ってくれるんだよな、ブラックドクターさん。金色のヘビってまさかこれのこと。あ、電撃のこと。はあ、はあ、言い伝え通りだ。ただの放電じゃないの。おららら、なんだこれ、バグったね。なんか暗号みたいなメッセージが出てきたよ。ヘビごというやつだろう。願い事がオーダーできる前兆のような状態だ。ただの電波障害じゃないの。願い事をオーダーできそうなところであなたのターンです。何か発言しますか。うわ、現在のバージョンだと発言選択不可。あ、ここでハードモード専用なんだ。なるほど。じゃあまあ発言したくてもできないので発言しない。いや、でも発言するって言っとこう。クリア後の新ストーリー、ハードモードでのみ選択可能です。はい、すいません。じゃあ黙っときますか。願い事は決まっている。永遠の命だ。はぁ、今すぐこの俺を不老不死にするのだ。え、約束と全然違うじゃないか。願い事はマスターキー、旅館からの脱出だったはずだよ。悪いな、願い事は先着一つまでなのだよ。あんた騙したわね。騙してなどいないさ。願い事はマスターキーのままだ。一人用のマスターキーだがな。汚ねえなー。いやー、キャラが濃いなー。普通に好きだわ。何をわけのわからないことを。さあ、さっさと俺を不死身にしてくれ。それとももう不死身の体になってるのか。無理だよ、不老不死なんて。命は一つだけなんだからな。お前のせいで殺されてきた蛇だって命は一つだけなんだよ。命は一つ、本当にそう言い切れるか。なんだよ。いるんだよ、 HP がゼロになっても復活を繰り返しているという噂の蛇がな。父の子の話も完全なデマじゃない。金色の蛇や不死身の蛇というルーツが存在するから生まれた話だ。蛇ごときに永遠の命が与えられているのに、人間には与えられないのは不公平だろう。いや、逆に尊い存在の人間にこそ永遠の命が与えられるべきじゃないのか。なんだよ、その身勝手な命論は。不死身の蛇の謎を解明する証拠品を入手していないため提示できませんでした。なるほどね、不死身の蛇を謎を解明する証拠品が必要なんだけど、ここにはないから、ハードモードじゃないと勝てないんだ、ブラックドクターには。くそ、なんだこの振動は。まさか爆弾じゃ。爆弾なんぞ仕掛けてなどいない。こっちはヘビボールさえ入手しりゃいい話、入手すりゃいい話だからな。え、爆弾は嘘だったの。嘘も何も、最初から爆弾ではなく2日後に爆発するというメモ書きをお前らが勝手に爆弾とミスリードしただけだ。ああ、そうね、確かに。爆弾を仕掛けてないのに爆発するってどういうことよ。エネルギー融合の副作用で爆発するってことだ。このボロ旅館では攻撃力30のエネルギーに耐えることはできないからな。逆だったんだよ、ヘビボールが最後のマスターキーとか言ってたけど、逆、そのヘビボールこそが爆弾そのものだったんだよ。だけど
旅館が爆発したら願い事も何も意味ないんじゃ。不老不死になってる前提の爆発なんだよ。不老不死になった救世主 X にとっては旅館の爆発こそ旅館の脱出方法。つまりヘビボールが爆弾であると同時に一人用マスターキー代わりだったんだよ。それじゃあミスリードならぬマジリードに誘導されてたってわけか。ああ、じゃあミスリード演出が出ないのもね、別に間違ってはなかったってことね。すべては永遠の命のためだ。長年の犠牲を無駄にできるわけないだろう。犠牲になったのはあんたじゃなくてヘビの命でしょ。俺は人の命を救える救世主なんだ。そんな救世主が永遠の命を手に入れれば何億人の命を救うことができるだろう。それは何兆匹の蛇の命を犠牲にしても価値のあることだ。その考え方こそが数字の嘘そのものだよ。それも数字の嘘どころか万倍もオーバーキルしちゃってるよ。全ての騒動の発端は数字の嘘が始まりだったんだね。バカ言うな。数字で嘘ついたことなど一度もない。たとえ不利なデータでもな。あんたが刑事をミスリードし続けたようにあんたは数字にミスリードされ続けてきたって話よ。なんとか助かる方法はないかな。一つだけ脱出方法がある。そこにパイプがあるだろう。今外に通じる唯一の出口だ。パイプってこんなのくぐれるのは。ああ、蛇の命しか救わない蜘蛛の糸だ。人間が死んで蛇だけが助かる。ヘビ相手にまさかの逆転負けとはな。事件は全て解決しましたが、悲しい結末になってしまいました。パイプから脱出すると物語が終了します。え？ゲームオーバーじゃない！来世では犬じゃなくてヘビを飼うわ。そんな！相棒のヘビも残ると言ってたけど、無理やり脱出させたよ。小さな子供もいるし、この旅館で起きたことを世界に伝えなきゃいけないからね。ねえ、なんでこんな冷静なの？逆に爆発しちゃうからっていう、なんか逆に冷静になっちゃうみたいな感じなのかもしれないけど、この人たちめちゃめちゃいい人たちだったのに。全てはブラックドクターのせいだな。この旅館と運命を共にすることにしたよ。ここの旅館の従業員はもうヘビ従業員しか残っていないというのに。ああ、てかあれか、大型紙はこのパイプ通れないか、もしかして。ヘビだけど脱出できないよ。もうやけ食いするよ。これね、特大ケーキがある、食べますか。食欲足りなかったわ。負荷がかかりすぎたためただの石ころになってしまったようだ。永遠の命を願ったつもりが数分の命になってしまった。金色の蛇も逆転の発想がお好きなようだな。あらら、じゃあ脱出するか。ちょっと一回このパイプから外に脱出しますか。このワンちゃんには話しかけられないのか。警察犬も脱出できないんだよね。うわ、巻き込まれただけなのにな、かわいそうだ。じゃあ脱出しますか。ヘビたちの脱出後、呪われた旅館は計算通りの大爆発を起こす。皮肉なことに、その爆発の衝撃で大量の天然温泉が湧き出る結果になるとは。その温泉の回復効果で旅館に取り残されたみんなも無事であってほしい。そんな願いを掲げ、ヘビ探偵は消えた旅館を背に歩き出す。ヘビの命、ヘビ脱出エンド。脱皮で雲の上マップに移動します。スコアを2万点獲得しました。総資産を620ゴールド獲得しました。なるほどな。いやー、まさかな、ヘビしか助からないとは。
思わんかったの。いやー、なんかさ、悪くない人たちまでみんな死んじゃってたりするじゃない。だからね、なんか全員生きて帰る方法はなかったのだろうか。そこにある蛇の道を進めば再スタートできるよ。これで、そうだったさ、その道はないのだろうかって自分で言ったはいいけど、そうよ、ハードモードがあるじゃん。そう、蛇の命はハードモードというものが存在して、それだとなんか登場人物も結構変わったりとか、お話が結構変わるみたいな噂を聞いているので、もしかするとみんな生きてるんじゃないか。どうなんだろう。いや、え、やるの楽しみだな。とりあえずちょっと雲の上マップを来るの初めてなので、ちょっと探索しましょう。ハードモードに変更するとシナリオ、登場人物、エンディングなどが変更されるよ。じゃあハードモードに変更しますか。ウィー、ハードモードは左の蛇の道から再スタートしてねと。じゃあ次回からハードモードに挑んでいこうかなと思っておりますよ。通常モードではバット寄りの結末になっちゃうよ。ハードモードならストーリーが大幅に変動するから結末も変わるはずだよ。ああ、どういう結末になるんだろう。で、別に雪だるまは調べられないのか。上に物件を建てることでスタート時の初期ステータスを底上げできるよ。へえ。物件の建設には総資産かスコアを消費する仕様だよ。なるほど。ま、赤マムシ。ハードモードでは隠し部屋が追加されるらしいよ。新たな部屋が増えると思ったら大間違いだよ。発想を逆転すれば部屋が一つ隠れるってことだから、部屋が一つ減るってことだよ。どこの部屋が減るんだろう。なんだろうね。これは何？現バージョン。はあ。はい。あ、違う違う。この人に話してみたい。推理ゲームだからやり込み要素が少ないよ。やり込みゲーがプレイしたくなったら、蛇貿易やミミズ病院をプレイしていってね。そう、なんか蛇貿易っていう作品もあるらしくて、なんかそれもね気になるんだけど、やるんだったら実況じゃなくて配信かな。でもいつになるかわかんないけどね。もし要望の声があればやりたいなと思っております。この人は建設した物件の上で決定ボタンを押すとさらなる増資ができるよ。なるほど。で、こいつは、こいつも色は違うね。青大将。通常版とハードモードの大きな違いはヘビメタの有無よりも天候の違いが影響してるらしいよ。天候の違い？ほう。ヘビメタくんって、この左上にいるこの灰色のキャラクターが出てくるってこと？へぇー、なんかネタバレ食らっちゃった気分。まあ、いいか。これチェック。この場所にテントを建てると知識の初期値が1になります。あ、じゃあまあなんか建設していこうか。あ、現バージョンではここまで。腕力、はいはい。あ、腕力も3までしかいけない。食欲上限が105。 OKOK、 全部スコア使っちゃっていいかな。はい。ここまでね。で、テントを立てると、食地が11。OK。12、13と。で、ここまで。これは看板を設置すると再スタート時、経験値を500獲得。やった。この場所に大木を設置すると再スタート時、経験値を1000獲得。やった。この場所に果実の大木を設置すると再スタート時、経験値を2000。やった。畑の集落を設置するとスタート時経験値3000。やった。え、この場所に雪の降る町を設置すると経験値4000。やった。はい。オアシスの町5000。オッケー。大豪邸7500。大型施設10000。はい。巨大倉庫15000。はい。巨大屋敷、はい。スコア5000必要。総資産も足りないな。無理だ。で、これは畑。再スタート時薬草。オッケーオッケー。スコア50。オアシス。ポーション。あ、じゃあありがとうございます。これは武道大会の門を設置するとスキル割り振りを獲得します。あ、アイテムバージョンがある。へえ。はい、ありがとうございます。再スタート時脱皮を獲得。はいはいはい。まあ、とりあえず、看板。転送装置。へえ。まあ、なんか、
もう足りないな、スポーは。ちょっと待ってね。こっちは？あ、ここまでか。転送装置は別にいらんか？この場所にバリケードを設置すると、木の扉で体当たり破壊？ははは！欲しい欲しい。これは？高台。マップ時、マップ自由移動パート時、実質から壁登り。ほう。欲しい欲しい。これは？スラム街を設置すると、違法行為が解禁？マジ？解禁しちゃおうぜ。で、まあ、転送装置使えないけど、今150と20になっちゃったから。経験値2万も獲得できるしね、これね。1万5000か。違う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 。この宝箱を調べたい。あ、そういうことね。で、じゃあ、セーブを、じゃあ別のデータにしとこうか。はい。これで、じゃあ、次回からハードモードやっていこうかなと思いますよ。これはなんだろうね。一応見とく。この扉からスタートするとハードモードの途中までスキップします。あー、そういうことか。あー、戻さない戻さない。じゃあ、次回からここの道からハードモードに。うわー！びっくりした。勝手に進んじゃった。あー、ドキドキした。はあ、ここの道からハードモードに行こうと思います。ということで、また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。おつぴよです。通常モードクリアおめでとう、ひなぴよ！イエーイ！